じゃあどうも、恵比寿ゴレンジャーのレッドです。ホワイトです。グリーンです。おはようございます。おはようございます。で今日は、はい、笠間フォレストカントリークラブ、はい、うん、まあ、特に多くを語ることはなくこの前、前回の動画で、はい、視聴者さんに、はい、まあ、明日方がいい、こうした方がいいっていろいろアドバイスをいただいて、はい、まあ、80ギリを目指すという、はい、まあ、状況に追い詰められてるんで、はい、追い詰められてる、はい、追い詰められてます。あと、はい、ヤツと対戦するために、あ、ヤツね、はいはい、気合入ってるんで、はい、あともう1ヶ月ないんでヤツと対決まで。そうですね、はい。じゃあなんかその、じゃあ前回のやつの反省を点を踏まえながら、そうだ、ね、今日はちょっとレッドの一人ラウンドってことですね、うん。でコメントを結構いただいてるんで、ね、はい、それに関してはラウンド中にグリーンにちょいちょい言ってもらえる。そうですね、あ、こういうコメント来てましたよっていう感じですね。そっかそっか、はい、思い出しながらちょっとラウンドしようかな。分かりました。そこで例えば今じゃあドライバー構えて、はい、ドライバーあしろって言ってましたよってなるとぶっ壊れるんで、あ、そうですね、撮影中止に陥るんです。わかりました。まあちょっとほどほどに言われて、はい、だから次のホールぐらいでさっき言われたな、あ、なるほど、考えますみたいな感じの流れでやってもらう。わかりました。確かに一瞬崩れるのは困るんでね、一、はい、人のラウンドなんで、はい、サクサクっと終わらせるんで。そうですね、はい、今日はじゃあとりあえずまあ80台後半出ればよしとしようかなって感じ、はい、100叩いたら死亡みたいな死亡こんな感じでいきます。わかりました。ホワイトね、はい、テンポが速くなったりとか、はい、まあ力入ってるとか、はい、インサイド引きすぎじゃないはもう自分でも分かってるんでまあインサイドに引いちゃうと思いますけど、僕の中で、はい、まあ、気持ちはアウトサイドっていうに引いてる気、なるほどなるほど、引くようにスイング。じゃあよろしくお願いします。お願いします。おー、ナイスショー。ちょっと右プッシュ、バンカー越えたんじゃないですかね。お、いい、ちょっと足らないか、噛みましたかね、ちょっとね。おー、ナイス。おー、やべえ、朝一バーディーチャンス、おはバディさあ、なんと、はい、オッケーですね、これね。けどまあ、打ちましょう、朝一バディなんで。これで貯金ができたってことだからね、70代に向けてはかなりね。ナイスバディ。いやー、これはめちゃめちゃすごい。これをマジで18ホール続ける。あ、ちょっと巻きけど、バンカー、あ、バンカー、うわー、惜しい、硬そう、ちょっと重いね、うん、バンカー硬そう、音が。あー、ナイスアウト、オッケー。いや、見て、やばいですね、あんだけ振ったのに、あんだけ振ったのに赤土出ちゃったよ。マジか。来た。わー、切れない、意外と。ナイス、ナイス、どうも、オッケー、右、意外と OB 浅くてワンペ。うん、そうですね、いい感じ。うん、いい感じに。おい、花道、花道って感じですね。いい感じに、けど、うん、打ててますね、今はね。うまい。うん、ちょっと短いけど、僕がコメントを見てる中で一番多かったのがやっぱりアプローチ、うん、だったんですよね、うん、その58度の一択じゃなくてピッチングとか50度とかのアプローチをどんどん使った方が絶対にいいよみたいな。アプローチ、ピッチング初心者って距離感がまだそうですね、打ち方は完璧。あ、そうですね、はいはい。
OK。 いやナイスタッチですねこれはね。ダボダボ340ぐらいあるな。ここは特に左やっちゃダメです。そうっすね。あーナイスショー、完璧。フェアウェイじゃないですか。フェアウェイだと思います。あー来た、これはいいんじゃん。おーい、これは乗った。しかも意外とピンハイな気がする。え、ピンハイな気がする。はい、リーダーバーディーパット。ちょっと足んなかったっすね。もっと来い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 。 OK、 完璧、ナイスパー。 OK です。こういうの大事。そうだね。14番パー5。あー巻いた、止まれ。あー出てきた出てきた、大丈夫そう。ありそうだ、ね、ありそうですね。うん、 OKOK ナイス。低めにフェアウェイまで行きましたね。あフェアウェイラフか。 OKOK。 うん、ちょっと右出たけど、まあけどバンカー越えそうだし。うん、ちょっとラフ深いっすね。トップ打ちたな。トップしましたね。トップっていうか完全に強い強い。この中で今ぐらいがいいんだ。あ、そうなんだ。んー、ちょっと緩んだ。あ、緩んでない。うん、タッチ完璧。うん、ナイス。15番ホールパー4、打ち下ろし。うん、 OK。 まあフェアウェイのど真ん中。クソ飛んでねえわ。けどあのコメントでも飛距離はもういいから、その安定したゴルフをっていうのも結構コメントでもらってましたね。なんかもうギリギリだけどギリギリね。うん、いい球。今意識して左向いてるんですもんね。意識してそうですよね。でフェード打ちってことですよね。さあリーダーの3打目。めげずにピッタリ。俺はうまいな、距離感ぴったり。うん、距離感ぴったりですね。うん、惜しい。ミドル切れるか。うん、ナイスボギー。ナイスボギー。16番パー3。うん、来た。あ、でかいかな。あ、奥音、奥音っすね。奥音。ちょっと早いな。来た来た、ナイスパー、完璧。大事大事これ。読み切った。うん、ちょっと巻いたけど十分ですね。うん、ナイスショットですね。来た。ちょっと手前バックスピン。まあまあ手前に落とすっていうのがね、大事だから。そうですね、よかったですね。さあリーダーバーディーパット。マジ欲しいな。これ上りなんで攻めてもいいかもしれないですね。うん、ちょっ
かったか。うん。ナイス。スリーパットか。しょうがないですね。さあ18番ホール、パー4。うん、うん、あバンカーっぽいじゃっぽいっすね。うん、めっちゃいいライン出し。ちょっと弱め。あー、ナイスオン。あ、ちょっとオーバーかも。いや、ピン入りだね。けど、今のめちゃめちゃあれですね。うん。ちょっと違う。ちょっと違う。オッケー。ナイスボギー。けど前回と比べてやっぱり。バーディーパットとかパーパットの回数が増えてる気がするんで、はい、雑じゃないか。そうですね、あのパーオン率がやっぱだいぶ上がってますからね、うん、ドライブがやっぱり前半当たんなかったんで、はい、この前のグレーのレッスン、はいはい、時にやったドライバースイングをちょっと取り入れて、はい、ちょっと怖くて使ってなかったんですけど、はい、後ろからちょっと見てちょっと待ってください。頑張ってガチガチに固めてアウトに上げようとしてたんですよ。はい、このくの字シャフトと腕のくの字をキープしながら、キープしながらこう上げてきてからの、ただの切り返しで練習してるんですよ。なるほど。まだ使ってなかったですね。うんうん。さあ1番ホールパー4。じゃあ新スイングってことですね。スイングっていうか、まあ中性スイングですね。80後半を出すために、はい、はい、いろいろ試行錯誤しながらやります。そうですね。まあいた。ですね。さあ2打目、あ3打目、ワンペダ。185ヤードってこと。あ、バンカー手前。うん、あー強い。うん、ナイス。あれなんかすごいな。みんなすごいね。まだだな。さあ2番ホールパー4。一旦やるか。うん、ライフ落ち。もっと左。バンペ、ね、バンペ。このスイングが難しい。あ、これは一生バンペが OB が続くな。さあリーダーの球がギリギリ残ってました。2打目。あ、まあ、けど、フェアウェイ。
あーちょっとラフ、確かに。うん、ナイス。これはナイスオン。きた、ナイスパー、完璧。完璧ではないんですよ今の。完璧じゃない今のパットは。確かにちょっとヒールに当たってるんで、なんか押し出した感ありましたね。ちょっと押し出し気味には打つように始めたの。あ、そうなんですね。転がりがいいかな。さあ3番ホールパー。うん、よいしょ。もう5割6割ぐらいの力ですよね。けど、うん、めっちゃ、うん、多分ミート率がめっちゃ上がってるんだと思いますよね。惜しい。難しいですね。これはいいんではないか。止まれ、下るな、ナイス。あー、下るな、止まれ。いやけど今のはなんかこういう、ね、うん、そうそう、いい感じだと思う。きた、うわー、うん、オッケー、狙い通り。先一歩けどちょっと短いけど花道あたり。うまい、それはうまいんじゃないか。ぴったり距離。あ、下るのか。だけどナイスじゃないですか。うん、オッケー、ニャサッチ。さあ5番ホールパー5。だけど最短距離で2打目も狙えそうな。あー、けどうまくいった。あー、フェアウェイ行きましたね。ナイス。うん、あ、手前。うん、うまい、ナイス。むずいですね今のはね。うん、もうちょい、オッケー。狙いミス、狙いミス。だけどいいタッチですね。さあ6番ホールパー4。なんか視聴者のコメントでなんかチーピンとかフックが出るとき右肩が入ってるみたいな感じで。ずっと今日意識してる。あ、なるほど。逆にこうするとやっぱりインサイドから来すぎちゃう。ああ。だからあえてちょっとオープンスタンスに構えてるって部分。なるほどなるほど。ここはもうフェードチャレンジ。フェードチャレンジ。まあそうですね。景観的に。天ぷらだけどまっすぐ。ちょうどいい距離になって。そうですね。うん。あとなんかあれもありましたね。なんかその持ち球をドローじゃなくてフェードにするのはどうですかって。そうなの。それは無理な話だね。この人ごめんなさい。それ一番難しい。難しい。これはむずいっすよね。けどね、うん、うまい。うん、これぐらいだと思う。いい感じ。
来た、うわっ、通転がり、ナイスボギまあ大丈夫ですね。早い、巻くのが早かった。落ちた？あ、そうだ。おお、おお、テクニカルショット。ピッチングですか、今のピッチング。ほい、うわー、オッケー。うん、まあナイスアウトです。あ、ラインは乗ってる。うわー、惜しい。うわっ、 OK。まあけどナイスショット、これはいい感じのドローで超えましたね。最後だし打ちますね。はい、新兵器ですか。サンバウッド、新しく買ったサンバウッド。いやー、めっちゃいい、まっすぐ。だけどいいとこじゃないですか。いいとこってか。狙おうとしたのは分かるでしょ。分かりますよ。分かります。そっちじゃない。ゲロムズです。うん。お、結構いい。結構いい。来た、ナイスパー、パー締め。じゃあご覧いただきました、ありがとうございました、はいはい。まあ、こんな感じで、ヤス君との対決に向けて、はい、まあ、練習ラウンドっていうか、まあ、ラウンドはちゃんと行ってますよ、はい、ちゃんと練習してますよ、そうですね、はい、っていうのをちょっと皆様に見ていただけたらなと思って、はい、こんなグダグダラウンドをラウンド動画にしちゃいましたけど、はい、まあ、このラウンドぐらいからピッチングのアプローチを始めて、はい、まあ、その後まあ結構2、3ラウンド、3、4ラウンドぐらいから行ってて、かなりピッチングのアプローチの精度は上がってて、まあ、80台まあ普通に出せるかなっていうぐらいまでは仕上がってますね。この動画本当に初めてだったから、まあ、ちょっと距離感つかめてなかったですよね。いや、もう全然、そうだね、距離感は全く合ってない、うん。でその後のグラウンドも僕も知ってるんですけど、めっちゃ距離感合ってきてますよね、うん、だいぶものにしてるかなっていう、うん、アプローチはほとんど58度使わなくなっちゃった、ね、逆に、ね、はいはい、やっぱり転がるからさ、はい、その直接入る確率も増えるし、うんうん、チップインの可能性がかなり高いから、うんうん、そう、やっぱり寄るっていうのはね、そこがベースなので、で、まあドライバーに関しては本当に、まあ、この動画でも分かる通り、はい、まだまだまだ全然引っ掛けまくってるむしろスライス打ちたいと思っても打てないぐらいになるなんか病気にかかっちゃってる。なるほど、な感じですかね、はいはい。まあ、とりあえず、まあ、今日実は田中君とグレーンのラウンド、はい、対決の撮影行ってきて、はい、その帰りなんですけど、はい、まあ、自分見てて下手くそだなと思ってやってみたいな。いや、そりゃプロですから。いや、あっちは違うなと思っていや、ね、そうですね、
何こいつみたいな、誰この赤い服着て何してるんだって感じになるけど、はい、まあこれが恵比寿ゴルフレンジャーなんで、まあそうですね、はい、けどね、70代に向けてのゴルフもね、徐々に完成しつつあると。ほんと、これ93なんだけど、はい、やっぱりアプローチさえ打てればもうゴルフ座は縮まるから、ね、そうですね。で、あとドライバー仕上げて、はい、あと、くだらないミス、はい、飛ばせば、まあ70代まだ狙えるから。そうですね。で、ヤツの対決にも勝ってください、ぜひ。ヤツというか、ヤス君。ヤス君ね、もう分かってるからもう分かってるからいいか、ヤス君とね。まあ、春秋戦国時代、第2陣はレッドが出陣します。はい、必ず勝つ。楽しみにしてますよ。はい、じゃあ見ていただきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。